昨年初めて開催された現役ドラフト。新天地で活躍を見せる選手もいた、この現役ドラフトが今年も開催されます。楽天は広島から松髄裕也選手を獲得。1軍での出場は5月の1試合のみで、ヒットも出ていませんが、2軍では101試合に出場。打率2割7分、6本塁打、46打点と、ある程度の成績は残しています。楽天からはオコエ瑠選手がドラフト対象に選ばれ、巨人に指名され移籍しています。今年、楽天からは誰が対象になるのか、個人的な予想ですが、選手を挙げてみたいと思います。1人目に予想するのは、渡辺義明選手。勝負強い打撃と内外野を守れる器用さを持ち合わせる渡辺選手。今シーズンは1軍で22試合出場、成績は上記の通りとなっています。一方、2軍では73試合に出場し、上記の成績と活躍を見せています。今季内野は村林選手がショートのポジションに定着、それまで渡辺選手が担っていた役割を小深田選手が務める形になり、渡辺選手は出場機会をつかめずにいます。出場機会に恵まれていませんが、複数ポジションを守れて勝負強い打撃を持ち合わせる渡辺選手に対する需要はあるのではないかと考え、今回予想させていただきました。2人目に予想するのは田中和樹選手。2018年の新人王で高い身体能力を武器にハイレベルなプレーを見せる田中選手。そんな田中選手の1軍での成績は上記の通りで、出場試合数は89試合となっています。今季はここまで1軍には帯同し続けていますが、守備固めや代走での出場がメインで、打撃の低迷が響き、レギュラー獲得とは至っていない現状です。守備走塁に関しては言わずもがなの実力があり、パンチ力のある打撃を秘めている田中選手ですが、外野はすでに島内選手、辰巳選手、小郷選手がおり、さらに小深田選手が外野で起用される試合もあり、田中選手のスタメン起用はほとんどありません。ただ守備走塁におけるジョーカー的な役割としては確固たるポジションを得ているのも事実で、渡辺選手に比べると可能性は低いのかなと思いますが、ゼロではないということで今回予想させていただきました。3人目に予想するのは弓削隼人投手。小さく動くボールと制球力が武器の弓削投手。今季の1軍での成績は上記の通り、13登板のうち先発は1回のみで、今季はほとんどがリリーフ登板となっています。2軍での成績は上記の通り、32登板すべてリリーフとしての登板で、防御率も1点台と結果を残しています。ですが8月に登録抹消されて以降、1軍での出番はありません。支配下登録の左腕の割合も豊富というところまではいかず、登板機会が全くなかったわけではないということで、弓削投手も可能性が高いということはないかもしれませんが、もしかするとということで予想させていただきました。ということで、以上3名を個人的な予想とさせていただきます。楽天ファンの皆様はどの選手が対象になるとお考えでしょうか。戦力外通告との兼ね合いもあり、この予想が全て覆る可能性もあるかもしれませんが、まずは残り少ないシーズンがどういう決着を迎えるか、しっかり見届けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたなら、嬉しい限りです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。